トン！タクワンボーイ！どうも、タクワンボーイです。本日はスーパーカップでわらび餅作ってみたい！よいしょ！はい、今回はですね、スーパーカップわらび餅というものを作ってみたいと思います。材料が牛乳、それから砂糖と片栗粉、そしてスーパーカップ。これで簡単にできるそうなので、ちゃっちゃと作っていきたいと思います。それじゃあ作っていきます。まずはスーパーカップをフライパンの中にぶん投げます。今回味がキャラメルラテ&クッキーになってるんですけど、本当は抹茶とかの方がいいかもね。ちょっとお店になかったからこれでやります。はい、まずこれを入れます。やばい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 、なんでこんなとすんごい形のスーパーカップですね。次に、はい、まず砂糖を大さじ2杯、片栗粉大さじ6杯です。でここに牛乳を 120ml 入れます。そして片栗粉を溶かしていきます。まだこの時は火はつけないよ。溶けたー。そしたら火をつけます。アイスを溶かしていきます。あーすごいね、やっぱアイスだからすぐ溶ける。熱に弱いね。すごい、なんか固まってきた。もちもちしてるぞ。え、急に来たの？急に来た。嘘、そう、こんなことあるの？あるの？あるの？あるんだよ、たくあんボーイ。君にはわかんないだろうね。片栗粉を入れるとこうなるんだね。はい、こんな感じでできたんじゃないでしょうか。ほんで水に入れてこれを冷やして団子状にします。はい、じゃあなんかできたんで、これを水の中に入れて団子状にしてって、わらび餅の形にします。はい、それでは調理ができました。なのでこれからさっきできたわらび餅食べていきたいと思います。さっき作ったやつがこれです。どこがわらび餅やねって感じの見た目してますけど、僕が作ったわらび餅なんで、正真正銘わらび餅なんでね。はい、味はキャラメルクッキー味です。もうホルモンみたいになってる。で今回こちら普通のわらび餅を買ってきたんで比べたいと思います。はい、僕のわらび餅です。きな粉をつけて、黒蜜をかけて、はい、スーパーカップで作ったわらび餅です。いただきます。うん、すごい、味はわらび餅。え、普通にわらび餅だ。普通にわらび餅です。びっくりした。生ぬるいけど、まだ形もぐちゃぐちゃじゃん。こんなホルモンみたいだけど、食べたらわらび餅だ。全然わらび餅だ。え、おいしい。この見た目でわらび餅すごいな。これ抹茶だったらもっとよかったな。なんで固まんなかったのこれ。多分僕の思う原因は片栗粉が少なかっただと思う。アイスのまま食べた方が良かったのかな、もしかしたら。合わないわけじゃないんですけど、まあおすすめは抹茶だと思う。今度抹茶でリベンジしたいと思います。よしよし、絶対次は成功させますからね。はいはい、最後の一つです。いただきます。でもこんだけ一口でボリュームのあるわらび餅は初めて食べましたね。ということで本日はスーパーカップのわらび餅作っていきました。なんかね、成功っちゃ成功なんですけど、失敗っちゃ失敗っていう感じだったんで、今度リベンジします。はい、ということで面白いと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、そしていいねも忘れずにお願いいたします。それではまた見てくださいね。いつもご視聴ありがとうございます。ついでに恋ダンス。